メタスプロイトはコンピュータセキュリティに関するオープンソースのプロジェクトで脆弱性、ペネトレーションテスト、侵入検知、システム、シェルコードのアーカイブ、アンチフォレンジクスなどを主な守備範囲としている。また、本プロジェクトのその成果ソフトウェアとしてよく知られるメタスプロイトフレームワークの省略名としてもしばしば用いられる。本校では メタスプロイトフレームワークを中心に説明する。メタスプロイトフレームワークはエクスプロイトコードの作成や実行を行うためのフレームワークである。セキュリティ業界ではよく知られたツールであり、ペネトレーションテスト目的で使用可能な1 DVD タイプの Linux であるバックトラックに収録されているほか、ハッカージャパンなどのセキュリティ系書籍でも何度か取り上げられたことがある。 どの脆弱性を用いるか、攻撃性工事にどのようなペイロードを適用するか、ペイロードが侵入防止システムに検出されるのを妨害するために、どのようなエンコード技術を用いるか、ペイロードによってリモートシェルや VNC サーバーなどをどのポート番号で起動するかなどのエクスプロイトを成立させる各種要素を選択肢から選んで組み合わせて実行するといったように簡単な方法で、 攻撃実行可能となっている。また、初期のフレームワークは、キャラクターユーザーインターフェースであったが、後のバージョンを呼び、第三者によって、ウェブインターフェースや GUI インターフェースなども作られている。同ソフトウェアは、2003年に HDMUA によって開発が始められた。初版リリース時点でサポートしていたエクスプロイトは、わずか9つであったが、2011年1月時点の、 安定版リリースである3.5、1では635をサポートするまでになっている。バージョン3系列になるまではパールで開発されていたが、バージョン3系列へのメジャーバージョンアップの段階で、ルビーを用いて全面的に書き直されている。なお、ルビーで開発されたオープンソースソフトウェアとしては2011年3月時点で世界最大規模と言われている。 同プロジェクトは2009年10月にニックスポスの開発元であるラピッド d 7に買収されており、以後同プロジェクトの運営はラピッド d 7によって行われている。メタスプロイトプロジェクトにはこれ以外に商用アプリケーションであるメタスプロイトエクスプレスやメタスプロイトプロも存在する。メタスプロイトプロにはフィッシングキャンペーン機能が追加されており、APT 攻撃や ランサムウェアに対する情報セキュリティ、教育教材としても利用できる。攻撃対象として用意されているエクスプロイトの対象 OS は Windows が多いが、Linux などの UNIX k 系 OS も少なからず用意されている。ペイロードには、リモートシェル以外に、ユーザーの追加、ファイルの送り込みや実行、メッセージボックスの表示、VNC サーバーの起動などのようなものが用意されている。 また、リモートシェルの起動や VNC サーバーの起動のような TCP コネクションを確立するものについては、コネクションの確立方法も複数の種類から選択できるようになっている。ラピッドセブンの日本法人である、ラピッドセブンジャパン株式会社は、メタスプロイトフレームワークの商用版である、メタスプロイトプロの日本市場向けの販売、サポートを行っている。また、 ラピッドセブンのヘルプページには最新のサポート情報が記載されている。ありがとうございます。